マサトさんの本命とあえて申し上げていいかもしれません。カスペル・ムシンスキーです。改めまして、K1 の2024アンダー70キログラムの世界最強を決める戦い、最後の選手、最後の戦いとご覧いただきたいと思います。カスペル・ムシンスキー対ゾーラ・アカビアンです。解説はマサトさん、そして今大会のスペシャルアンバサダー須藤元気さん、平子祐希さんです。ムシンスキーの強さ、ムシンスキーの強さって前に出る圧力、体のパワーがものすごくあるんですよ。ああ、そうなんですね、はい。一方でこのゾーラーカピャンも今大会有力どころの一人と言われている中、試合が始まっています。パワー本当に硬いんですよ。圧力半端じゃないんですよ。赤いグローブをつけているのはそのムシンスキーになります。そして青いグローブがゾーラーアカピャンです。この圧力です、うん、いや相当プレッシャー感じると思いますね。そう、体が強いんです。あ、そうなんですね、平子さんからご覧になってもその圧力感じますか？そうですね、あの一発一発のカーフだけでもね、すごく重くて硬いんだろうなっての分かりますよね。体の厚みを感じます。この画面左、赤いグローブのムシンスキーです。一方で赤ピアン、KO 率は低いんですけれども、非常にテクニカルもレベルの高い選手になります。赤ピアンはこうあのテクニシャン系で、ムシンスキーは本当にパワーの選手ですよね。非常に上半身が発達していますムシンスキー。背中とかもすごい手がすごいですね、本当に。こう画面でご覧いただいてもお分かりいただけると思うんですが、我々今実況席から見てるとかなり違います。相当厚みがありますムシンスキー。だからなんかこう、あの圧力が強い、強いコンビネーション、これほどの圧力です。ムシンスキー選手はやっぱりあの入場盛り上がる前からもリーグにしちゃったぐらいの人ですからね。あ、確かにそうですね。もうなんかもうとにかくやる気満々な感じが伝わってきますよ。ボディ一発アカビアンです。こういったあたりのうまさがありますアカビアン。アカビアンもいつも以上にガードがっちり固めてます。ハイガード、相当圧を感じてると思います。もうちょっとガードいつもルーズめなんですが、相当今硬いですガード。うわー、来たぞ、細かい膝だ。連打出ますからね。確かにマークにこれ圧力すごい、圧力すごい。で、あのフィジカルが相当強いですよ。いや、軽量の時よりかなり大きくなってますからね。壁がこう迫ってくるようなそんな感じだと思いますね。多分リカバリーもしっかり取れてるんですよね。パンチも細かいし、まあ、確かに。いや、ちょっと赤ピアンが今ペースつかめません。ボディ一発、背中でかいパワーあるんですよ。ちょっと赤ピャンのパンチで下がりませんムシンスキー。いいローです、前蹴り。でも前に行くのはムシンスキー。開幕戦でね、ストーヤンからダンスを使ってますからね。そうですね、非常にいい試合でした。結局こうやってロープを背負うのは赤ピャンの方。左クを切る、よく見ていました。決してあのなんか体幹弱いタイプじゃないですけどね、見る感じ。アカピアンもこうチンギス・アルゾフとかと練習してますからね。そうなんですよ。そうなね、ボディが強烈、圧には慣れてる、パワー系の選手には慣れてると思うんですけど、ただちょっと、まあ、でも本当カメになっちゃいますもんね。これマサトさん、あれだけカメになるってどういう意図なんですか？もうカメになるガード固めるしかないっていうことですよね。こうしないとまずいってことですね。そうですね、ハイキック、これガードされる。これほどまでに圧力があると思いませんでした。凄まじい。1ラウンドが終了しています。カスペル・ムシンスキー、改めましてこちらの選手になります。とんでもない圧力です。改めてあれなんですよね、やっぱりこう K1、そんなにこう今までまだ、ね、そんなに有名な選手ではないですけど、はい、日本では、ただこう開幕戦で来た時にこういう初めて久しぶりのこういう大会って、意外と無名の選手が K1 優勝してきてるじゃないですか。なるほど、確かに。ヘビー級で言えば93年で言えばブランコ・シカティックが、そうですね。で、K1 マークスの2002年の大会では、日本では無名のアルバート・フランスが優勝した、なんかそれを思い出して、これまたムシンスキー来るんじゃないかなっていうのしかもムシンスキー結構戦績いいですよね。25戦、23勝、いっぱい1枚でだから。そうですね。これからの K1 のもしかしたら中心に来る可能性があるかもしれません。カスペル・ムシンスキー、ただゾーラ・アカピャンもこのままは終われません。なんといっても本当に多種多彩なすごい選手たちの同じジムで練習しているのはこのアカピャンになります。なんかムシンスキーはカネロ・アルバレスみたいに見える。ああ、確かにそうですね、似てるな。圧力かけて左右のフックですもんね。カネロ・アルバレス、ボクシングの非常に有名な選手になります。
ハイキックだ。あ、ロー、軽いローなんですが、強いと思いますよ。このロー、ちょっとバランス崩したように見えました、赤部屋。もうね、膝ガードする。こう並ぶと体の厚みが全然違いますもんね。同じ階級なのかというくらい。結構減量してるのかな。ロー結構体重ありそうですね。ボディだ。普段の体重結構重そうですよね。ボディ一発、本当にすごい筋肉です。ハイキックなんですが、下がるのは赤ペンの方。なんかクラウスが出てきた時のクラウスにもなんとなく似てるなっていう。あ、そうなんですか。下一発、安定感があるというか、なんか軸ぶれないですよね。あ、確かに。カウンターの膝、うん、カウンター合わせました、赤ペン。ちょっと足も効いてきたかもしれないですよ。赤ピアンですか。赤ピアン、はい、膝強烈、まあね、一発一発重いですよ。重いし小さいパンチも打てるし、赤ピアンが本当にロープにしかいません。ずっと圧力かけられてますからね。赤ピアンのこうテクニックをすべて殺されてますよね。この圧力で、うん、口が真ん中ぐらいだったね。赤ピアン、圧力です。須藤さん、これだけ圧力かけられてる時はどうすればいいんですか。いやもうとりあえず僕はもう半身になっていつもこういうタイプは逃げてましたからね。なるほど。隙を寝て出ましたけど、でも本当にアグベアン選手も全然悪い選手じゃないですけどね。そうなんですよ。結構なんか実力差がちょっと出始めてますよね。決してこのゾーラ赤ちゃんが弱いわけではないんです。赤ちゃんもねパンチ切れてますけどね、スピードアップいいですけどね、あれが一発簡単で入ればっていう感じがしますけど。スイッチしました赤ちゃん。今左にスイッチして左ストレートから入っていってちょっと変化を加えました。今みたいな攻撃は本当チンギスアラゾンに似てますよね。なるほど。スイッチからのガードの上からでも打っていきますが、前に来る来る。こんだけ詰められて嫌だな。すごい圧力。いやー、ここで聞いたか、ここで聞いたか。カウンター狙いますがローキック上、前蹴りでスペースを作りたいんですが、赤ピャンの距離にはならない。ムーシンスキー来たぞ。ハイキックガードする。残り時間少ない2ラウンド。これだけ圧力をかけられるとポイントも流れるかもしれません。インサイド、これでもう時間はいっぱいになるでしょう。2ラウンドです。最後右フック一発、赤ピャンの右フック、2ラウンド終了です。いやー、恐れ入りました。これだけの圧力が使えるとは。だから これだけ下がらされると本当にこう赤ピャンの本当に体力の消耗がすごいんですよ。あ、なるほど、はい、自分のペースじゃないですもん。もう完全に相手のペースなんで。平子さん、1、2ラウンドどう感想を持たれますか。ムーシンスキー選手のこの体の分厚さもね、冒頭から言ってたお話なんですけども、それではないなんか強者のオーラみたいな、ちょっと、ね、表現しづらいんですけ ど、はい、そういうのも感じますけど、でも赤ピアも狙いどころね、何かをちょっとここで一瞬食いないとという気持ちはね、感じますよ ね。ムーシンスキーの昨日の計量の後の会見の後がなんかちょっとかなりカジュアルな格好したんですよ、はい、なんかこうこれから行くぞっていう選手のそんな雰囲気を感じたんですよね。あ、なるほど。さあ、先にスッと中央に来たのは赤ちゃんの方です。さあ最終ラウンド、まずポイントがどうなってるかも気になりますが、左フックだ。赤ちゃんが仕掛けた。赤ちゃん行くか。リング中央、ボディーだ。行くぞ赤ちゃん。圧力に負けてはいられません。そこ踏ん張ってます赤ちゃんです。赤ちゃん早いですけどね。一発ね、こうハイキック、顎にカツッと入れば、いや下がらない、赤ピアン下がらない。カーフキックも蹴ってますね、今度は。もう一発赤ピアン、ただこの圧力で徐々にまた前に来る。ロープに背中がつきそうになる。きついだ。ロープになる前、赤ピアンはもう、お前前に出てくんなよ、そんな多分、そういう感じですよ。前蹴りでなんとかスペース作りたいんですが、気がついたらまたロープ際、手を出す、膝。ロープ際ですが、赤ピアン手出してます。ムーシンスキー一発ミドル、やっぱ苦しそうですもんね、赤ピアンは。やばと左フックだ、赤ピアンもう一回もいてくる。ちょっと左フックだ、赤ピアンもちょっとパンチをもらってしまった。赤ピアンも勝つなんて出るしかないですね。下がってしまった。もう下がってっちゃ勝てない判定でも。クリンチ、今ここクリンチに逃げます。
ロープギアブが丸い手数ミドル、ただいいパンチ、アカピアも入ってたように見えました。左フクラ、この左フクラ、さっき一発テンプルが入って見えます。ボディもう一回ボディだ、前に行く、ボディ打ってもカウンターのアッパー入ってますよ。軸ブレしません、ムシンスキ、前に行く。本当軸ブレないですよね。本当ガードがね硬くてね、なんか倒れるイメージがあんまないっていうか、まあ、顎とかね踏かないと倒れないですよね。なんか顎を打たれなそうな感じですね。リースレット、これもクリーンには当たりません。残り1分10秒です。ボディーパス、赤ピャン、もう1回同じ位置にミドル。トーナメントということももしかしたら視野に入れながらの戦いもあるかもしれませんが、ムシンスキは無理はしません。ムシンスキはもう開幕戦からこの戦い方でしたね。あー、なるほど。ハイキック、もう一回、今度は膝だ。ちょっとバランスを崩したのは赤ちゃんの方。残り50秒切っています。3ラウンド、ショート、カウンターで入りましたね。もう下がる膝、これを防ぐ。もう疲れたから完全に突き上げますけどね。いや本当疲れんですよ、これは。これだけの圧力だとやっぱり削られますね。削られます。相当削られました、赤ちゃんです。高津出してますけど、あの変わらない表情で徐々に前に来られて嫌でしょうね。怖いですね。嫌ですよ。残り時間がもうありません。おお、ここで後ろ回し大技、ハイキック入った大技。これでもう時間がありませんので、おそらくポイント勝負になります。さあポイント、手を上げたのは、先に上げたのがムシンスキです。いやもうね、負けたらどうやってムシンスキみたいになったら、まあ距離でも下がらないかもしれないですね。やっぱ前にやっぱりこう前に下がらされると向こうのペースになっちゃうんで、確かに。まあ、それかもしくは足使って戦うか、中途半端な距離はダメですよね。カスペル・ムシンスキ対ゾール・アカピアンです。いや、すごい圧力という名の強さを感じました。ジャッジ・シュラー30対28アンダー・カスペル、1票がカスペル・ムシンスキ、ジャッジ・ミスタリー30対28、アンカステル2票入りました。三者ともに30対28勝ったのはカステル・ムシンスキ。そしてまた平子さん、はい、まだムシンスキちょっと底が見えてない感じ。そうですね、表情もニコリともせずにそのまま立ちなのに受けて、いや、赤ペアンからしたらこれ、あ、もう付き合っても何回でも勝てないなって思うくらいの完封ですよ。あ、そういう感じなんですね。強さが分かりにくいかもしれないですけど、かなり強くありますよ。さあ、これでムシンスキ勝ち上がりということになり、4人の準決勝進出のメンバーが決まりました。マサトさん本命のムシンスキも勝ち上がって、果たして準決勝どうなるか、まあ、今日のうちに決勝まで行くの で、 そうです、ね、省エネで行くっていうのも一つ重要なポイントですが、勝ち上がったのはカスペル・ムシンスキです。